今回はアルゼンチンのプエルト・イグアスという町から世界最大の滝と言われるイグアスの滝に行きました。イグアスの滝はアルゼンチンとブラジルの国境にあります。今回はアルゼンチン側に行きました。なお動画の最後で美味しいことで有名なアルゼンチン牛のステーキを紹介しますので最後までご覧ください。イグアスの滝行きのバスが出るバスターミナルの場所を昨日調べておいた。ホテルからずんずん歩いてバスターミナルに着いた。アルゼンチン側のイグアスの滝までの往復切符を買った。アルゼンチンはスペイン語なので英語はあまり通じない。最近は歩くのに慣れて歩くのが楽になった。今からバスに乗る。運転手がスペイン語しか話さないので行き先を慎重に確認してバスに乗った。イグアスの滝まで30分くらいらしい。ドライバーのすぐ後ろの席に座った。ドライバーさん、朝ごはんを横に置いて食べながら運転した。日本だとすぐにクビだよね。まあアルゼンチン方式だから気にしないけど。動物に注意と書いているらしい看板があった。ジャガーに注意の看板もあった。こりゃ本当に危ないね。イグアスの滝国立公園に着いた。入場券を買って中に入る。滝まで行く鉄道と見学通路の看板があった。鉄道の駅の近くまで来た。なんか別の入り口が見えるので覗いてみる。なんでしょう、ここはジャガーかなんか展示してるの？物がいるのかな？ちょっとした展示だけみたいですね。こんなでかくないかな。ダメ、スペイン語ばっかりで全然読めない。ダメ、英語表記がない、やめた。駅に着いた。可愛い列車に乗って滝の近くの駅まで行った。列車の駅は2駅にあったのですが、滝の近くの2駅目の前の橋が水量が増えて流されたということで1つ目の駅で降ろされた。ちょっとやばいよね。私が歩いている歩道は流されないんだろうね。ちょっと揺れるんだけど。滝へ行くまでの道の周りはずっとジャングルです。
川が見えてきました。バスの滝の一部が見えてきた。流された橋の残骸が見えた。私が歩いてる橋は大丈夫だろうか。すごい泥水です。今は乾季だそうなんですけど、いつもこんな泥水なんでしょうか。この動物はアナグマと言うんだそうです。いっぱいいます。閉鎖された上流の駅へ向かう線路、立ち入り禁止の看板が立っていました。帰りの列車に乗りました。またバスに乗ってプエルト・イグアスのバス停留所に着きました。犬が何匹か寝ています。バス停留所で働いている人たちが可愛がっているそうです。
泊まっているホテルからの紹介でラ・ルエダというレストランに行きました。プエルト・イワスでは有名な店らしいです。美味しいと評判のアルゼンチン牛のステーキを頼んだ。これが絶品で、私が今まで食べたステーキの中で私の人生で最高のステーキでした。うまい。ステーキめっちゃうまい。赤身肉が旨味がすごいね。素晴らしい。ポケット2というミニカメラで撮影しました。人の顔の動きまで自動追従してくれる優れものです。